前足で開けたよ今、ね、たまにだからあそこボンって開けて出てきちゃうね、アンディ君かわいいよ、かゆいかゆかゆしてるね、かゆいのアンディ君かわいいよ、五穀米っていうか、まあ五穀米近いだろうな、あれだからか、普通の米ってそんなにダメなの、アンディ君、アイ君、お顔見して、かわいい、かわいい写真撮れちゃった、かわいい、どうしたの、どうしたの、アイ君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 、そんな隙間ある普通に上からうん、スーって言ってあげる、いやー、鼻かわいい、かわいいよね、うん、そう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 、パイパイなの、パイパイしてんね、おたれどこやってんの、その隙間からいつも覗くのね、アイ君、アイ君かわいい、行きますか、かわいい、もう一回行ってる、あ、ね、違う、アンディ君、アイ君かわいい、なんでこの人たち謎のもの一生懸命向けてんだろうなってずっと思って、ようか、うん、ありがとね、アン君ね、かわいい、ようか、またね、分かったから、はいはいはい、分かった、なんだよ、階段降りれないんかい、あ、お前降りれないんかい、降りれないんかい、おいでおいでおいで、置いてされると思ったんです、涼しいうちにさ、はい、貴重です、うん、体に一回来てるんだよ、なんかジャングルこの間だって切った、すごい、切ってだいぶ減ったのに早いと思って日当たりがいい、これがね、あるのくらいで違うから、あ、そうですよね、家の中の涼しさが、それだけすげえな、それだけでも日当たりがいいもん言ってますね、今日場所によっては40度って言ってたんで、あ、やべ、蚊に刺された、え、蚊に刺された、うん、行きましょう、じゃあ行くか、行くか、ではまた、ではまた失礼します、ほら、お前吠えないのよ、バイバイしなくていいよ、まだ早いから、やべえ、油断してると蚊に刺されるペトってくっついてた、ありがとうございますダブルボディ、おはようございます、カンバ炊いてんじゃないかな、うん、すごい、あの大丈夫か、真っ赤になってきた、ほら、あのすぐ水に洗い流せれば毒素一緒に、あ、そうなの、うん、油断してると蚊に刺されちゃう、たまにさ、思うんだけどさ、でも大丈夫か、お前ポンティアン蚊に刺されたときさ、残り君リムーバー